聴者の、深堀さんが見えますので、彼とですね、食事をする予定なんですけども、どうも、はじめまして。本物だ。どうぞどうぞ。そういうとこ。いい？こうやって。はい。撮ってやって。全然僕。中には、中にはさ、さん出てくれてる人見るから、これ聞かないとね、あれだからね。僕ね、全然オープンなんで。オープンですか？はい。あ、これいいな、一番いいね、こいつ。はい。一番付き合いやすいね。よろしく。お願いします。深堀さんね。深堀です。深堀さん。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は楽しく行きましょう。あ、わかりました。せっかくなんで。はい。ほんで、深堀さんは、何、トラックの音見えるんだって？そうなんですよ、そうなんですよ。ああ、そうなんだ。ほんで、名古屋によく見える。はい、名古屋とか岐阜とか、が、結構、頻繁に。だからね、23号とかね、22号線とか19号線とかね、もうちょこちょこ走るんですよ。あ、そうですか。あの辺僕もしょっちゅう通ってるから、うん。そうなのね。はい、そうなの。ただね、ほとんどね、こっちの中の方は来ないんですよ。あ、そうだもんね。わかるわかるわかる。全然わかんない。だから、トラックだと止めようがないもんね。そうなんですよ。うん、わかりますわかります。ですからね、今日は、島さんの後ろくっついていきますんで。ああ、わかりました。はい、島さんのホームグラウンド。いや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 。覗かせていただこうかなと。じゃあ、どうしようって、僕は。名城公園です。ここは。じゃあ、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。遠いところをわざわざ来ていただいて。はい、今日はありがとうございます。横浜から。はい。ですよね。そうです。横浜から。お仕事は？はい。仕事は、トラックの今、運転手してまして、はい。よく横浜、神奈川県と、この東海地方を行ったり来たり、するような仕事を今してます。ああ、そういうことですね。はい。じゃあ名古屋にはよく見えるっていうことですね。ちょこちょこ来るんですけれども、ただトラックなもんで、繁華街ですとかそういうところはなかなかね、僕も立ち寄ることができないもんで。なるほど。はいはい。通り過ぎてしまうことが多いので、今日は楽しみにしてああ、とんでもないです。来させていただきましたので。トラック乗ってみるって言ったけど、フィリピンの話でいろいろこれ、今日ね、するんだけど、フィリピンに、まあ、変な話、ハマる言ったらおかしいですけど、どのぐらいになりますか？僕は、まあ、途中ちょっと間が空いてるんですけれども、もう30年ぐらいなんじゃないですかね。長いですね。っていうのは、僕、仕事からですね、ちょっとフィリピンの人と関わる仕事を昔やってたんですよ。はい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 。具体的にどんな仕事ですか？在日米軍の基地に、出入りしてる業者で働いてましたもんで、はい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 、その関係でも毎日基地には入ってたんですよ。ああ、それで、フィリピンの、人と一緒に働いてた。あ、一緒にね。なるほど。あ、こういうことね。だから、フィリピン人の友達とかたくさんいるんですよ。私も年数で言えばね、30年ぐらいです。一緒です。ああ、そうですか。じゃあ、その頃から、フィリピンに行かれて。いやいや、違います。フィリピンに行き出したのは、15年前です。国に。まあ、日本に俗に言うですね、フィリピンパブってありますでしょ。はい。そこに行き出したのが30年前です。ああ、そうですか。外資系の企業入って、で、毎日ね、飲み会の後、二次会はフィリピンの店なんですよ。だから、外資系ってこんなんかななんて思いますね。はいはい。で、そこでいつも、もう行くことによって、名古屋で飲み会類してましてね。その頃独身だったんですけど、ちょっと彼女ができたりして。はいはい。で、まあ、そこからですね。うん。やっぱり、行き先はそうですね。ああ、そうです。だまあ、ちょっと僕は、入り口がちょっと違うんですけれども、まあ、ほとんどフィリピンパブは行ったことなかったんですけど。ああ、そうだね。だから、まあ、周りに働いてる人も、そんな綺麗なお姉さんがいるわけじゃないんです。はい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 。昼間の仕事ですもんね。フィリピンのおばさんたちがいて、それでもう英語もわからず、あんた何やってんの？ギャーギャー言われながら、はいはいはい。で、
英語も分かんないで、なんでこんなとこで働いてんのって言われて、うんうん、それから毎日こんなちっちゃな、辞書あるじゃないですか。辞書ね、はい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 、これをポケットに入れて、毎日、はいはい、で分かんないことあると、どれですか、これよこれよって言われて、それで少しずつコミュニケーション、あ、なるほどね、はいはい、取るようになって、じゃあもう今は英語はもう、はい、少しですね、少しですね、なかなか使わないとね、あ、そうですね、それで忘れちゃいますね、うん、その会社を辞めまして、もう15年ぐらいになるのかな、15年、はいはいはい、ですからもう15年ぐらい経つとやっぱ忘れてくるんですよ。あ、もちろんもちろん、フィリピン人もね、うん、結局英語忘れたって言ってますからね、うん、日本にずっと長くいますと、ですから、うん、例えばフィリピンクラブ行くとするじゃないですか、うんうんうん、僕日本語しゃべりません、しゃべらないのね、英語で一切しゃべらない、僕も一回そういう風にやってたことある、うん、それと、うん、まあちょっと僕が思ったのは、まあ島さんに限らず他のね方もそうなんだけど、もっと英語を喋らずにフィリピン行かれてね、15年、もったいないと思う、うん、あのね僕も最初はね、うん、留学あるじゃないですか、フィリピンのね、はいはい、あれ行こうと思ったことあるんですよ、はい、ほんであんな頃はね、確か日本人が誰も行ってなかった頃ですよ、うんうん、だからやっぱり喋れるとすごく楽しいって分かってましたよ、だから10倍楽しい、うん、分かります分かります、本当にそれは分かりますよ、ね、うん、だからね、うん、まあ、結局この年だからね、うん、まあ、言い訳じゃないんですけど、喋れなくてもね、うん、コミュニケーション取れればなんとかなるっていう、だから、うん、僕はね、さっき言ってた友達とよく、言ってんのは、あいつすげえな、英語も喋れねえですげえ島に行っちゃったぞみたいな、そうそうそう、本当に、うん、あいつガッツあるよなかなか本当、まあ、そんな話したりね、わ、かりますわかります、あのね、うん、旅行の、まあ、会話っていうと、はい、もう単語が限られてくるから、はいはい、ある程度はわかるんですよ、ま、旅行のね、はい、旅の、はい、うん、はい、ただプライバシーのその込み入った話になってくると、うん、やっぱりついていけないわね、まあ、うん、そうですね、だから旅行英会話っていうのはもう大体パターンが決まっちゃってるからね、わかります、はい、うん、はい、だからかと思いきやね、うん、僕の友達でも通訳までやって英語ペラペラなんだけどね、はいはい、フィリピンって彼女できんやつがいるますからね、あ、僕らできません、いやいや、ほんで全然喋れなくても何にも作るやついます、はい、うん、だからこれは、はい、語学力だけじゃないと思いますよ、私は、あ、そうだと思います、うん、そうだと思います、うん、そうだと思います、うん、ただ、うん、もし僕だったら、うん、島さんみたいにね、うん、あっちこっち絶対行けない、皆さんそう言われる、ね、喋れなかったら絶対行かない、皆さんという、もう、内弁慶なのかもしれないけど、うん、正直言ってね、うん、皆さんの英語がどういう英語かわからないけど、マニラでね通じる英語と全然違うんですよ、地方行くと、もパラワンとかね、はいはい、もう全く訛りがあってね、さっぱり聞き取れませんよ、本当に、はいはい、正直言ってね、はい、うん、だからまだマニラで話しとるね、はい、特にエルミタ・マラテ地区はね、うんうんうん、あの辺の英語っていうのはまだ結構日本語的な英語だからね、あ、ジャパニッチュというような、どうしてもアジア圏なので、そう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 、うんうん、聞き取りやすい、うん、すごい聞き取りやすい、ところがそのパラワンだとかね、はい、あっちの奥地行くとね、もう全然濁っちゃってね、聞き取りづらいですよ、だからやっぱり言葉が通じなかったりね、はい、結構皆さんしている、そういえば島さん最近、うん、ガイドのお姉さん出てこないじゃないですか、ちょっといろいろありましたね、あ、そうだそうだ、ここは多分ね、カットでカットで、はい、いいはい、はい、あ、そうなんだ、だから最近どうしたのかなと思って、あとはちょっと僕が聞きたかったのは、うん、市川さんどうしたんですか、市川さん、あ、市川さん元気でいますよ、うん、あの人は向こうに住んでるの、うん、違う違う、名古屋のね、それこそ西区に住んでます、うん、あ、じゃあ一緒に行くんだ、うん、たまにね、ここの近所ですよ、市川さんは、ここから近いです、あ、そうなんですか、もうすぐ歩いて行ける距離っていうのは、
彼も一切顔は出さないんですよね。もう絶対ダメだよ。NG なんで。絶対ダメ。もう怒ります。まあ声はいいっすよ。言うから。ああ、そうなんですか。うん、だから声は、はい、じゃあ出すねって。うん、ああ。まあ人によってね、そう。深堀さんみたいにね、こうやって OK っていう人だったらもう。いや、僕はもう、独身だしね。うん。うん、どこに隠すあれもないんで。はい。はい。そういうことだよね。はい。そうわかりました。うん。だからもう、そう、それで、まあ、ちょっとカットになるかもしれないですけど、まあ、普通に喋っちゃいますけど、僕は友達と、ね、その悪友と、うんうん、よく、最初はフィリピンクラブ行ってたんですよ、うんうん。さっき、でもそういうとこじゃない、いきさつは違うと言われます。ああ、だから、うん、その、今の悪友とは。悪友とは、うんうん、まあ、一番最初のとつきは、うん、仕事です。そういうことね。そうです、はいはいはい、でその米軍基地に入ってる業者を辞めてから、ええ、しばらくはもう外国人の人と触れ合うことは一切なかったもんで、はい、それで英語なんか忘れかけてたんですけど、その悪友が、ええ、ちょっと面白いとこ行こうぜっていう話になって、そっから、おお、懐かしいなって、じゃあ行ってみましょうか。向こうに渡航されたのはいつ頃ですか？最近では。あ、いや、初めて行かれたのは。もう、最初はね、僕が、20歳ぐらいのところ、だからもっと前か、35年以上前かな。に、向こうの国に行ってます？はい。っていうのは、ごめんなさい、30年っていうのはちょっと、あれでしたね。はいはい、正確には35年ぐらい前だと思います。うんうん、志麻さんの、ビデオでもあったように、クラークってあったじゃん。うんうん、クラーク、ね。あそこ、昔、クラーク空軍基地っていう、うん、わかります。アメリカの基地があって、うん、その近くに、うん、スービック海軍基地があって。スービックも行ったことありますから。わかります。そこの海軍基地に僕出張で行ったんですよ。あ、出張でね。それで、うん、全然英語わからなくて、もう四苦八苦して、それでもう帰ってきてから、もうあんたもう少しもう喋れるようになんなさいと。ああ、なるほどね。はい、はい。じゃあもう僕よりも断然先輩ですよね。いや、ただもうそれからもう30年はフィリピン行ってませんから。ああ、そういうことね。でここ最近また行きだしたでしょ。そうです、そうです。何年ぐらい前から？3年ぐらい前から。ああ、そういうことね。っていうのは未だに、うん、フィリピンに友達いるんですよ。ああ、なるほど。はい。でもね、30年ぐらい前のね、全然違う、全然違う。どんなんだったんですよ。僕すごい興味あるんですよ、これ。あ、そう。僕が15年前なんですわ。あ、そう。初めていたのが昔。マルコスじゃないよね。あの時誰だっけな、秋野さんかな。秋野。女性のアロヨもいたのはね、一時、はい、アロヨ。それより前でしょうね。前ですね、うん、前ですね。あ、本当。はいはい。もうその時は、うん、もう空港降りると、うん、もう、本当なんていうのかな、タクシー乗り場みたいな、ええ、車寄せがバン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 ってあって、ええ、そこでタクシーを待ってると、ええ、なんか知らない間に、誰か男の人が、こうやって傘を差し出してる。はいはいはい、暑いから日よけの傘をね。わかります。うん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 、で僕に向かって、100円、100円。こいつ何言ってんだろう。もう、あの頃100円ですか。そうです。50ペソやね。そう、高いやね。そう。だから、もう、初めて行ったか、初めてのフィリピンでしたから、うん、もうカルチャーショックというか。カルチャーショックだろうね。もう、ホテルから一歩外に出たら、もうこんなちっちゃい子供がね、うん。ギミマネ、ギミマネ。うん、わかるわかるわかる。もうすごい世界だよね、うんうん、なんだこの子たちはと思って、うん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 、ええ、だからカルチャーショックがすごく大きかった分ね、ただそこでね、もう二度と来なくなる人と、はい、ハマっちゃう人と両極端だよね。でしょうね、でしょうね、うん、はい、この国は、はい、うん、だからまあその頃は少なくとも僕はもう来ることはないだろうなと、うんうん、その頃は思ってたんですけど。そうだろう、ええ、それでまあ友達と、うん、また行くようになって、うんうん、
でそのうちに今度やつが、お前今度さあ行ってみないか、うん、言うわけですよ。そういうことね。ええ、うん、でなぜかっていうと、うん、やつは一人じゃ嫌なんですよ。なるほど、うんうんうん、要はできないから。ああそういうこと、通訳がいるから、うん、いやどうしてもねサポーターがあってね一、うん、人で行く人と誰かと行く人となってくるんですよ。ああそうだ、うん、旅ってそうじゃないですか。ああまあまあね、うん、で私もどっちか言うとね一、うん、人なんかで用意感かったんですよ、もともとはね。ところが一人で初めて行くようになってから、はい、その一人がすごく楽しくなっちゃって私は一人でも今行ってるんですよ。もともとは私だってそうですよ、誰かと一緒にするんでじゃないけど、うん、はい、そういう世界でしたよ。だって困っちゃうこととかあるでしょやっぱり、うん、ほら具合が悪くなっちゃったって言ってたじゃないですか。そうそう、今一人になって一人で行動するようになってから、はい、あもう自由じゃないですか。とにかくね自分の思う通り、まあ、そうですよ、行きたいとこ行きますからね。だから友達と行ってね喧嘩もするんですよ私。結局私はこれ食べたい、うん、友達はこっち食べたい、うん、でしょ。そこでね、で、あと、そういう、KTV 行ってもさ、はい、うん、僕についた子は、まあまあの子だけど、友達はいまいちだとかね、はいはいはい、食い違いがあるじゃないですか。まあ、わかります、わかります。だからね、喧嘩になっちゃってね、口も聞かないようになった人間も多いよね、やっぱりね。そうです、うん、まあ、本当に。だから、うん、やっぱり、本当に、一人だとそういうことがないじゃないですか。はい。うん、だから、はい、今ではね、私、一人で。もう気楽に行くと。ああそうなんだ、うん、ああそうなんだ。深堀さん今最近やっぱり誰どなたかと一緒に行ってみます。ええ、もう その悪友だけですね。あなるほどね、2人ですね。はいはい、で最それでもう僕は向こうに友達が住んでますから、フィリピン人のね、で彼らのうちに訪問したり。あなるほどね、はい、はい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 、向こうの家はすごいでしょう。ああもうあだけど僕の友達の家はやっぱり日本にいた人ですから。ああそうかそうかそうか、だからすごい打ち立ててます、うんうんうん、やっぱり、うんうん、今から 2,30 年前の日本を見てるような、うん、そうだね、まあ、それはイメージ的に、本当にイメージ的にそう、はいはい、日本の昭和ですよ。えですよね、うん、ですよね、そうそうそう、うんうん、もう本当にそうで、トタン屋根があってね、そう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 、そう、うん、もう下はもうぐちょぐちょの道で。でも最近行くようになってから全く変わっちゃったでしょ、はい、あそうですね、そうですね、うん、一番びっくりしたのはそのスーディック、オロンガもね、はい、あそこ僕も行きましたね、はい、うん、一番最初35年ぐらい前に出張で行った時は、うん、もうすごい荒れ果てた、荒れ果てた、はい、もう舗装した道路なんかないような感じで、はいはいはい、はい、もうすごかったんですよ。あの頃はまだ日本人が移住してない頃ですよね。してない、全然全然、ね、はい、うんうんうん、もう日本人なんか全然見かけなかったですよ。あそこがだから日本人が移住する先として結構脚光浴びましたよね。あそうですね、はい、はい、もうそれで米軍から基地が返還になって、ピナトボ火山の、ありますあります、はい、あれの影響で、米軍から返還、撤退か、撤退ですね、撤退になって、はい、うん、それから今度区画整備されて、オロンガポの町全体がすごく綺麗になったんです。あ、はい、まあ、クラグにしたってそうですよね。うんうん、そうだね、はい、今すごい綺麗でしょ。綺麗だね、ね、うん、変わりました、変わりました。特別区域みたいな、特別経済区域ね、経済、はい、中は物価もう日本より高いよ、もう全然今。あ、そうなんですか。もう全然高い。あ、もう高級クラブ行ったらすぐ取られたもん私、ね、あそう、ね、バイクで行ったんですよね。まあいろいろあそこにね、はい、特別経済区域の中に、ね、ホリデーインリゾートっていうね、はいはいはい、ホテルがあったんですわ、あんな頃はねアンヘレスで、あそこが一番ナンバーワンだったはずです、僕が行った頃は。ああそうですか。でそこに泊まりまして、はい、そこのホテルのすぐ向かいがね、もうゴルフ場ですわ。おゴルフコースがあってね、あそういいとこだったんですよ。ほんで周りにね、夜になるとナイトクラブがあってね、そこに、ほんでまあ大体オーストラリア系だとか白人系が多かったですね。ほんでその辺夜は出歩いてね、で飲み屋で知り合ってワイワイ楽しんだ覚え。治安はまあ全然もう全く問題ないです。あ、問題ないですか。全然ないね。うん、全然ない。あ、そうですか。あそこ特別なところだから、はい、治安は全く。あ、もう入ってこないんだ、うん、そういう。その話がね、2008年の話。ああ、
2008年だから僕がちょうどね、そんな2008年っていうとね、はい、あのリーマンショックの後で、うんうんうん、でもう治安が悪くなってきた時だった、はい、でもそこは問題なかったね。ああ、うん、そうですか、はい、フィリピンクラブで飽き足らず、うん、じゃあ向こう行こうかっていう話になってから、なったのが15年前市川さんに連れて行ってます。まあ、初めて向こうで待ち合わせだったんですよね。うん、じゃあ一人で一人で行った、うん、ほんで空港まで来てくれて、あそうほんで市川さんとあと日本人のガイドがいてたんですよ。あそうなんで僕と3人 で、はい、ほんで市川さんに後で聞いたらガイド料1日なんか5セット払っとる言うから、と思ってね私、うん、そんな払うの。払ってた。あじゃあボラれてたのか分かんない。向こうは初めてだから右も左も分からないから。あ それでね、はい、LA カフェだとかいろいろ行ったんですよ、はいはいはい、ほんでみんなタクシーでね乗り回した記憶がありまして、はい、ほんで僕日本に帰ってきてから地図を見たんですよ、うん、100メーター先やん思って、うん、それを僕らはぐる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 タクシーで行ってなんかすごくね、はい、要はあの辺は治安が悪いから、うん、だからあえてそうタクシーでしょ。そうなの。だから100メーターはタクシー乗れる。だから僕らもあそこ行った時は、うん、あのトライスクールですよ、うん、トライスクール捕まえて、自転車の、あのオートバイ、オートバイ、あオートバイね、はい、うん、あのサイドカーのやつ。でもあれはあんまり、はい、あの辺は走ってないでしょ。あんまり走ってない、うんうん、でやっとの思いで捕まえて、うん、それまで歩いてたんだけど、うん、もう子供に追っかけられちゃって、うん、追っかけられちゃって子供がおるね、鼻持って追っかけてくるんですよ。わ、うん、かるわかるわかるわかる、うん、はい、まあでもね、まあ今はそれほどじゃないと思うけどね。私一時は僕がいた頃は本当に恐ろしいイメージありましたよ。ロビンソンマーケットのところにね、はいはいはい、ものすごくその片足がねなかったりとか不自由な人がねこうやってもう物乞いで目が真っ白であったりとかね、うん、今そこまではないですね、うん、あの頃はもう本当に怖かったですね私も。1年後ぐらいに今度初めて一人で行ったんですよ。ミンダナウのダバオ行ったんですよ。あダバオ、ダボダボ行ったんだ。しかも、1週間前に、はい、ここの名古屋のフリピンパブで知り合った女の子国に帰る言ってたから俺来週遊びに行くわなんて言っちゃってでそのノリで行っちゃってね。でも楽しかったけどねすごく、うん、あ そ, うすその子の家も行ってね、はいはいはい、まあ、いい家住んでたからあれだったんだけどね。だけど、うん、だけど、うん、まあこれ放送できないかもしれないけど結構たかられちゃったりするんでしょ。それはね、もう向こうって大体そうじゃないですか。うん、もう行ったら、まあ、歓迎はしてくれるかもしれないけど、うん、そうそう、家族全員で来るじゃないですか。そういうこと、そういうこと。で、全部。だから、向こうは彼女作っても、彼女だけ面倒を見ればいいなんてダメですよ。ですよね。だから、彼女ができたら、彼女のバックボーンね、うん、全て面倒見ないと。見るつもり。覚悟がないとダメですよね、本当に。そうそうそう。だから、それが分かってないともう喧嘩になっちゃう。そういうことです。うん。本当に。そうですよ。なんで俺が払うんだよ、みたいな。うん、ねえ。だから僕も最初見たとき、もう本当カルチャーショック。最初に、一番最初それこそフィリピンに行ったとき、うん、出張で行ったときね。はいはい。あの、フィリピン人の、あの、向こうの従業員と、あの、一緒に食事に行ったの。で、あのやっぱり米軍の基地の中のクラブで食事したんですけれど、あクラブね、はい、はい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 、で、あのランチで、うん、ランチを食べに行こうって言ってクラブ、うん、で彼女たち女の子2人連れて、うん、じゃあランチ食べようって言って、うん、じゃあランチだから、うん、じゃあ僕何しようかな、じゃあ僕はピザ、うんね、向こうのピザ一切れ でかいじゃないですか、うんうん、それでじゃあピザを僕は一つ頼むわ、うん、はい、でもう一人の女の子、じゃあ私はハンバーグステーキ、はい、おお行くねこっちの彼女、私はティーボンステーキお願いします、うんうん、お前ランチだぞランチだまあまあまあいいや、はい、彼女のたち食べれないでしょ。それでだって彼女のたち胃袋が小さいから絶対食べれない。そのティーボンステーキの彼女、うん、一口食べて、うん、すいませんドギーバッグ持ってきてください、そうそうそうお前一口かよそういう風です、うん、もうびっくりしちゃって、うん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 、あと持って帰るって、あの国はね、はい、まあね、あのお金持ってる人が出す文化なんですよ、う
だから、そうですね、うん、本当も彼女と、例えばその同伴する時でも彼女と一緒にね、食事するじゃないですか、はいはい、でちょっと余るでしょ、はい、絶対それをテイクアウトして、で彼女たちその辺にいる小さい子供がうろついてるんですよ、うん、で子供たちにパッと渡したりしてる。ああ、そうなんだ、うん、そういうふうにね、はいはい、助け合いというかね、もうそういう、だからね、あの国ではね、困ってる人には手を差し伸べる習慣があるみたいね。あ、だから日本人というのはどうしてもお金持ってるからね、やっぱり払うのが当たり前の文化になっちゃってるんですね。そうです。 でね、あの払ってちょっといい気持ちになっちゃう時もあるんですよ、うん、なんかね、うん、俺なんか王様みたいな。でも、うん、結局ね、あの国で喧嘩する言ったらお金しかないから、はい、大体お金のことで揉めて喧嘩になっちゃうんですよ、大体。あ、ほとんど、うん、あ、そうですか。そう、ほんでそのお金のやり取りでね、下手にエスカレートしちゃうと、はい、ズドンだもんね。だからあの国はね、あの、うん、結構日本人 あの殺されたらそれで言うでしょ、はいはい、いや聞きますね。あれは一番ね、あの日本人が雇ったりとか、日本人が、うん、一番怖いっていう風ですよ。そう、だから僕ら観光旅行でね、うんうん、行く分にはどうってことないんですよ。ただ向こうに在住して向こうの人間とコミュニケーション取って、例えばフィリピン人の人と一緒に商売やりました、はい、儲かりました、うん、ね、ほんで俺が6割取ってお前4割だとかさ、うん、俺はこんだけの仕事やったからとかやっとると、うんうん、取り分が少ないからね、向こうが怒り出したりとか、しまいには殺し屋を雇ってズドンって1万2万で人を殺すやつたくさんいますからね、あの国は。はあ、そういう国だから、舐めてると恐ろしいことになる。だから観光旅行でね、ただ遊んでやる分にはいいんだけど、やっぱり人間関係ですよ。女性と仲良くなった方がいいんだけど、はいはい、じゃあ例えばね、深堀さん、はい、自分の彼女がいましたね、はい、そこにわけのわからん人間がついかっさらってったら頭にきませんか。そうですね、きます ね、はい、じゃあそいつを何とかしようと思ったりしません。はい、そこの手段がね、はいはい、そういうことに発展するっていうことだってあるじゃないですか。ああ、そういうことになるんだ、うん、まあ、今はだいぶ厳しくなったからね、そんなことぐらいでリスクを犯すようなことはあんまりしないとは思うんだけども、はい、うん、でもやっぱりね、あの国は、僕も最初教わった頃はね、小さな女の子がこうやって狙ってくるでしょ、うんうんうん、絶対渡すなきゃ。男の子だったらいいけど。あ、そうなんですか。うん、女の子はね、はい、もう警察するんでセットになって、はい、売春行為だというふうに捕まっちゃうんですよ。ほんでそこで連れてかれちゃってね。あら、ま、で、まあ、50万あったら許してある、ないったら無所に入れられて、フィリピンの刑務所に何年も入っとる日本人がたくさんおるんだよ。そうなんですか。それで聞かされたね、私は。まあ、私は実際知らないけど、そういう話は聞かされた。うん、聞かされた。あ、そうなんだ。うん、だからもう本当にね、うん、そういう、まあ、女は災いのもとじゃないけど、本当にね、うん、気をつけないとね。あ、そうだからまあ、バカみたいにたかられてさ、はい、うん、はい、やっとる方が安全かもしれないよ。下手に賢くなっちゃってね、うんうん、お金をね、どうのこうのやってると、危険がつきまとう。うん、ああ、そうですか、うん。ほんで、やっぱりね、日本人の方ほとんどね、うん、普段の格好からしてさ、はい、普通の格好が綺麗な格好なんですよ。違いますもんね、うん、で。向こうでうまく過ごそう思ったら、向こうで売ってる T シャツあるでしょ、はい、薄汚れた、うん、安いのね。はい、わかります。ああいうのを着て行動すると一番安いです。だから僕はああいうの着てジプニー乗ったり、あっちゃこっちゃ行くんですよ。はいはい、はい、うん、だから同等と思われちゃうんだよね、うんうんうん、そこでこういう日本人が普通の格好というのはやっぱり目立つ格好になっちゃうから、うん、やっぱり狙われやすい、うん、ああ、そうなんだ、うん、ロビンソンとかでも売ってますもんね。なんか、うん、はい、T シャツとかね。そうだね。まあ、バクラランでも売ってるし。うん、ああいうとこの T シャツは、はい、なんていうの、綺麗じゃない。あ、まだダメなんだ。綺麗でしょ。まだダメなんだ。だから、ああいうボロ着売ってるようなさ、バクラランとかね。はいはいはい。あんなとこで売ってるような T シャツとかね。あ、なんかよく吊るしてあるじゃないか。あ、ありますね、ありますね。ね、ああいうの3枚でいくらとか、はい。ああいうのを買ってきとるとかね。うん、ああ。まず、身なりでね、すぐ。そうですね、分かっちゃいますから。靴なんて履いてたらダメですね。
そうだね、サンダルですよ、サンダル。ほんで短パン T シャツでね、財布持たんと、札はバラでポケットに入れてるからね。まあ、もともと僕もそういうふうにずっとやってたんだけど、ここ最近はね、まあ、これねカメラ撮ったりしてるんでしょ、はいはい、だからそうもいかんくなってね、やっぱり、はい、荷物持ったりしてるんですよね、私ね。この前もカメラパーンと落とされてたじゃないですか、あのどこだっけ、マラテかなんかで。ああやられた、やられた。カバンが飛んできたんですよ、ポテト取った前から飛んでる、前急に来たの、投げつけたの。ほんで僕がこけたでしょ、はい、ほんでスマホパーンと下に落ちちゃったんですね、はいはい、でそれを取って逃げていくという魂胆だったと思うんだけど、そこ一緒におった彼女がさ、はいはいはい、パッとすぐ反応が早かったんですよ。すぐ携帯が一番大事と思って彼女をね、携帯をパッと分かってるの、差し押さえてるの。はぁ、まあ、Gポイントというところで知り合ったね、はい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 、その日の彼女だったんだけどね、はい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 、でもまあ結構そういうことをしてくるよね。あ、そうですか、うん、だからやっぱそういうあるんですね。志麻さんみたいに何度も何度も言ってる方でも合うわけですね。ありますあります、うん、うん、やっぱりだんだんね、やっぱ気を抜けない。そう、特にこのスマホを持ち歩くとね、はい、やっぱり。ああ、そうですか。狙われるかも、みんなに言われるからね。ああ、よう危険だよ危険だよ言ってね、うん、そう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 。だからこれやるときは特に夜の撮影なんかは一番怖いですよね。気をつけないと。そうですか、うん、はい、だからなるべく僕は客引きとつるんでさ、はいはい、一緒に歩いとれば安全じゃん。だから客引きと一緒にさ、ああでもないこうでもないって言いながら通り歩くとかね、そういうふうにやってますよね。一人で何気なくここでやっとったらさ、はいはいはい、ほら目立ちますもん、うん、